次はですね、これも相手が悪質、まあどこまで分かってたのかな。もうバッテリーがすんごい速さで減る。当然相手にも動画送ったんですけどね、これ全然使ってないでしょ。バッテリー使用量使ってないのに 100% から0まで24時間持たない。普通のスマホだったら、まあ、Wi-Fi につないでろうがつながってなかろうが90切ることないと思うんですよね、24時間で、うん、でもこれはもう切っちゃうと。でね、これね、あの0になって落ちるでしょ。そしたらさ、あのケーブルつなげば充電始まるんですけど、始まらないの。つまり、漏電してるような状態。下がっちゃいけないところの電圧まで下がっちゃって、もう立ち上がんなくなっちゃう。もうどうにもならなくなっちゃうんですよ。他のね、バッテリーがあったんで、バッテリー入れ替えて、まあ立ち上げることに成功したんだけど。これフォトとかシステムランチャーバッテリーミックスがこんな数字になってますけど、これは今立ち上げたからこんななってるだけで、何もしてなくってもうゼロになる24時間で。でも相手はあの息子が使ってたんだけど、朝満タンにして出かけて学校へ行って夕方帰ってくるまでは充電持ってたとか言ってるんだけど、あの見せたやつは新品のバッテリーですあの交換した新品のバッテリーであれなんですよ。しかも動作確認してるバッテリーでね。で、まあ現実としてああなわけなんですよ。で、これだってさ、自分が使ってたわけじゃないわけでしょ。自分が使ってないものを相手が受け取ってバッテリーが持たないって言って証拠を見せてきた場合に、普通さ、あ、まずって思うでしょ。悪いことしたなって思うでしょ。普通の感覚だったら、あ、すいませんって言って返品に応じるというかしたくなるでしょ。そんな、だってさ、自分が使ってなくってどんなものだったかわかんない子供がね、そんなことをたかだか証言してるだけのものを自信持てるわけないじゃん。すぐに回収したくなるのが普通なのに、そうじゃないのこの人は。で、なおかつあくまで個人売買とかっていうわけ、なんかすごいこれ乱用されてますよね。あの例えば大型商品、まあ図体はでかいんだけど、で重いんだけど、まあ安くないと、まあ3000円4000円くらいのもので処分したいと、で送料がまあ2000円とかかかると、そしたら送って問題があっても帰ってきたらね、まあ送料往復例えば4000円とかで損しちゃうじゃないですか。だからそういう場合はもう個人売買で、まあ、安くやってるもんだから、なんか不具合あっても了承してねみたいなね、そういう場合だったら、うん、まあ、個人売買なんでっていうのもわかるし、動作チェックしてませんよと、個人売買なんで細かいことは了承してくださいっていうのを書かないとダメだよね。前もって記載しないとダメ。この人みたいに問題があった後にあくまで個人売買っていうのは、もうこれはもう完全な間違いですよ。個人売買なんで細かいことは、ご了承くださいって言って安い価格で出すっていうのが個人売買云々の話ですよ。で、なんかあってもまあ個人売買だしで済むけど、もうね、こんなね、悪用の仕方しちゃダメだったら、10万円でバッグ売りました、偽物でした、返品します、いや個人売買なんで偽物かどうか分かりませんでしたみたいなこともありになっちゃうわけでしょ。まあだから、あのこういう人もいるってこと。自分が使ってたわけじゃないのに相手にもう明らかな証拠をね、異常にバッテリーを消費するっていうのを提示されても、もう受け取り完了押しちゃったんだから知らないよと。で、その上、あくまで個人売買とかっていう勝手な厚顔無知なね、ことを言ってくるわけですよ。あ、で、これなんで受け取り連絡しちゃったかっていう話なんですけど、これ家族に渡したんですよ。来てね、簡単な動作チェックして。ここまでバッテリーのスピード早く減るなんて思ってませんから、大丈夫だなと思って渡したんですよ。そしたら家族も、まあバカなんですけど、何も言わないわけ。減ってるのに明らかに。でも時間が経って、1週間くらい経ったのかな。バッテリーの減りが早いんだけどみたいなことを言い出すわけ。まあそうだから、まあ受け取り完了をおっしゃったわけですよ。こんなことだって今までなかったですよ。こんなバッテリーが漏電みたいに減るなんてことなかったんで、まあこういうのもあるから、やっぱりすぐに受け取り完了をおっしゃダメ。3日5日あるいは1週間くらい使ってみて、
じゃないとダメ。ちなみに、逆のパターンもありました。まあ、私が問題がある端末をね、送ってしまった。SIM フリーの端末で、Y モバイルで使えてたんですよね。で、ポポでも確か使えてたような気がする。ここがちょっと怪しいんですけども、とにかく Y モバイルでは、まあ、使えてたんですよね。基本的には、ドコモとか au の回線で使える端末を買ったんですよ。で、買った時も、そういう不具合なかったんですよ。書いてなかったんですよ。でそれを、まあ、期間経って、まあ、売ったわけですよ。そしたらドコモの回線でなんか使えないとかいうことだったんですよね。でまあいろいろ話してソフトバンクとか au の回線の人に SIM 借りてちょっと動作確認してもらえませんかみたいなことを言って、まあ、すごいいい感じの人だったんですけど、で結局気持ち悪いんで返品してくださいと言ったんですよ。受け取り完了しちゃってたんですけど、まあ、当然ね手数料私損することになるんですけど、気持ち悪いじゃないですかそんな端末ね、渡して、でもう受け取り完了してるからもうそれでいいやって普通はならないと思うよ。でも実際なる人がいるわけ。私は気持ち悪くてできない、そんなことは。もう返してってなる。フリマアプリの相手は普通だと思わない方がいい。子供だったらわかるけどね、もう受け取り完了したから関係ないやって、もう知りませんって感覚になるのわかるけど、大人でもいるから。と最後4件目、お財布携帯のパターンですね。これね、急いでおりませんので都合のいい日に発送をお願いします。過去にお財布携帯初期化されていない方がいましたので、されていると思いますが、されていませんでしたらよろしくお願いしますってね、ちょっと怪しい日本語なんですけど、コメントしたんですよ。でどうなったかっていうと、これね、がっつりお財布携帯使われてるわけです。でただいま確認しましたところ、発送前にお伝えしましたようにお財布携帯初期化されておらず、このままで受け取ることができません。クーポン使ったこともあり時間かかっていいのでお取引を続けたいと思いますが、返送して初期化しての再送は可能でしょうかっていうことで、返送したんですよ。でこれね、この返送と再送でもいろいろあったんですけど、まあ、どうなったかってね、まあ普通にね初期化して帰ってくると思うでしょ。初期化されてないの。ヨドバシのゴールドポイントとカザスフォルダが残ってんの。カザスフォルダは簡単に削除してね、ゴールドポイントはよくわかんないんだけどね、一旦自分のちょっとやってみたの、自分でこれできんのかなと思って、でねゴールドポイントはね一旦自分のアカウントになんかね何ポイントだったかくっついちゃうわけ。くっついちゃったので、そっからなんか解除したらね消えたんですよ、まあ、だからそのポイントがどこに行ったのかわかんないんだけど、64ポイントとか84ポイントくらいあったのかな。さすがにイラッとしてね、再送の時もねあったんですよ。再送の時も返送と再送はね、このフリマアプリのシステムを使ったの、安くね最低価格で、出品して落札してもらうっていうやり方をしたんですけど、私のね返送は他の人が絶対落札しないような内容で出してで相手にもうすぐにね、購入してもらって、まあ、返送できたんですけど、相手がその初期化して、まあ、不完全な初期化だったんですけど、再送してくるとき、まあ、他の人がね落札しちゃうような内容で出品したわけで、案の定他の人が落札しちゃったの。でそこまでだったらわかるんだけど、発送しちゃってんのよこの人。悪い人じゃないからあんま言いたくないんだけどさ、だって出品したらまず相手に連絡するでしょ、出品しましたこれですみたいな感じで、それもなしで落札されても落札した相手も確認しないで発送してるわけだから、俺がねどうしたのかなと思って、再送どうなってますかって聞いたら、いやもう発送してますよとか言うわけ。びっくりしちゃってさ、連絡して回収するように言ったわけで、まあいろいろあって回収できて、で戻ってきて、それで不完全な状態で、まあ、再送されてきたわけ。ゴールドポイントとカザフォルダが残ってたのだから、もうさ俺もイラッときちゃってさ、どうなってるのと。もう最初にお財布携帯ね初期化してって言ってんのに、それ無視して送ってくるし、再送は落札されちゃうような状態で出品して、落札されて確認もしないで発送して、不完全な状態で再発送して、普通するでしょと。
確認作業こんだけあってどうなってるんですかということでね。あ、ちなみにこの人ね、あの迷惑料払いますみたいなことを言ってたんだけど、まあ、それはね違うと言って断りました。相手が業者だったら迷惑料払うっていうの分かる気もするけど、それこそね個人売買でねちょっとミスしちゃったくらいで迷惑料それもらうのはちょっと筋通ってないんじゃないかなと思ってもらいませんでした。まあ、だから少なくとも、受け取って3、4日は受け取り完了しないということですよ。もう最初にもう言っちゃうことね、相手にね、受け取ってもすぐには受け取り完了できませんよっていうことをもう最初に言っちゃった方がいいと思います。というわけで、参考になりました。グッドボタンお願いします。